はい、お疲れ様です。マッティです。今日もシーズンマッチやっていこうと思うんですが、対戦環境の調整が来月入ります。同デッキ制限でね、あの月読みとフェイルノートが一緒に使えないっていうね、制限がかけられることになりました。まあいいと思いますあんまりこれについてね、なんか是非を唱えるのもね、無粋な話なんですけど、まあ、個人的にはいいと思います。ってことで、今回使っていくのはね、このマルドゥークですね。あのこのマルドゥークなんですけど、ちょっとデッキの名前変えるの忘れてたデッキの名前もう嫌これで。ってことでマルドゥーク使うんですけど、あのつくよみの代わりにマルドゥークにしたらフェイルノート使えるやんっていう、それだけです。マジでそれだけ、それ以外の発生はないってことでやっていきます。あとあの S5 の構成ができなくなるっていうのも聞いた話あるんで、そう今回ねマルドゥークの S5 とか考えてみたんですけど、周年やれ入れたやつ周年やれ入れてね S5 っていうのもちょっと厳しい環境になりますよっていうことになるんで、じゃあマルドゥークフェイルノートで S4 でね今回やっていこうって話ですね。まあ別に今使わなくてもいいけどね、今この動画っていうかこの動画ね、まだつくよみとフェイルノート今使える環境での撮影なんですけど、今使わなくていいけど、じゃあね、逆にね、逆に今のうちに使っとく、別に今じゃなくてもいいのは実際そうなんだけど、逆に今のうちに使ってどこまで頑張れるかっていうのをちょっと見ていきたいと思いますね。はい、まずこの初手からまずね、マルドゥークは300しか出せませんまあそういうもんです、ダメージフィールなんで。でもねフェイルノート引いたらこの召喚が増えてね、キャラゴマ増えてダメージフィールドの火力も上がっていくんで、それができましたそれができればって話をしようと思ったんだけど、しっかりできましたね。ということで、もう2手目ヘルノートいっちゃいます。はい、もうこれで OK です。結局ねフィールノートがね、使えるデッキを使うんですよ。あのつくよみとフェイルノートどっちもやばいかけるやばいでやばいだったんだけど、俺個人的にはねやっぱフェイルってやばいんじゃないかなって思うんでね、あのフェイル使えないつくよみってやっぱオーダーシーまでたどり着くのが結構難しくなってくるし、だいぶ厳しくなるんじゃないかなっていうね、ちょっと見解を示してるわけですよ。なんでじゃあフェイルノート使えるだけ使うかってなった時に、まあ、だいたいディートリヒとか、まあ、マルドゥークでいいんじゃないかなみたいなイメージ、あくまでイメージです。はい、そんな感じでねやっていくんですけど、まあ、それいたってなるわ、それいたってなるよ。でフェイルノート強くて、おっとこのルキアはイリエリ出るから問題ないですね。で F4 がエアレイなんで、あーライラ出るのか、ぶっちゃけ D5 でもいい。 D5 いきます。次のあの右下 X とか E3 とかに対してこっち内周で攻めると思うんですよね。右下 X やばい駒来たら取りに行くんだけども、やばい駒来ましたね、取りましょう。本当はねやばい駒持ってたらあそこでルキアとか出さないかなとか思ってたんだけど、やばい駒持ってたんで、これは取ろうかなって思うわけですよ。でこれ金馬もどうしようかな、ちょっと考えさせてください。金馬もんか、まあ取りましょう。ちょっとこいつはシャラクサいです、さすがにツルラシャラクサいんで意外取ります。ちょっと金馬もんが若干シャバいけど、はい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 、見てここまで削ればね俺のペースで持っていけると思うし、相手これ神獣か、神獣だよね。 OKOKOK でこれでサマーテル張ってくる、よしよしよし。でここの左上これ金マモン張ろうかなって思うわけなんですけど、勇気ね、まあ金までいいかな、金マ行ったけど、もう全然ダメージヒールド自分のサイクル整えてるんですよ。もう一向にダメージヒールドのサイクルが整う気がしないんですけど、で今回ね金マモン作業なのはやっぱそのダメージヒールドってターンがね伸びれば伸びるほどみたいなところあるじゃないですか。そうあいつと違うんですよ、つくよみと違ってターンが経てば経つほどのその伸びってのがあるもんで、なんでこっちの採用ですね。金馬も金馬もじゃなくてもいいとこあるよ、別に他の S 駒でも別に変わんないです。全然強い駒いるんでね、そっちでもよかったんですけど、まあ、金馬のシールド貼ってターン数が伸びればダメージフィールドの相手に与える回数も増えるかなってことで金馬にしました。でバフォメットと、このおすすめ候補としては、ペトラとかウィブとかですかね。ただ個人的にはマルドゥーク使うんだったら、まあ、金馬も入れてあげて神殴りとか見てあげるみたいな感じがいいんじゃないかってことで、ついにやっとです、やっとダメージヒールを受けるマルドゥークの火力っていうのは正直そこまでバリュー高くなかったんだけど、まあ、結局フェイルノートが最強でしたね。あと相手の
手駒の回り方があんまり良くなかったと思ってね、もうこれはちょっと普通に勝たせてもらう、普通に勝たせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ腹減った。朝からってわけでもないな、起きて、そっからもう起きてすぐにね準備して電車乗って髪切ってもらいに行ったんですよ今日。やっぱ京都もあるんでね、あの京都の宴もあるってことで、ちょっと髪伸びたんで切ってもらおうと思って切ってもらったんだけど、前も話したかな、俺髪切ってもらうところ片道1時間半ぐらいかかるんだよね、マジで遠いんだけど、まあ切ってもらって帰ってきて、で今すぐ動画撮ってるわけなんだけど、腹減ったあのお腹空いた普通に。一応朝おにぎり2個とファミチキだけしばいたんですけど、やっぱねファミチキうまいよね。ファミチキってなんであんなうまいの。とりあえずこれ高校引いたのはいいですね。ダメージフィールドのサイクル的にはめちゃめちゃこっちが有利で、これで D3 召喚してくれたら熱いけど、うん、そっちは外れです。外れだけど、まあでも大丈夫、相手メルベなんで相性はね悪くないですね。あのマルドゥクのダメフィーがねこっち強いんでね、相性悪くないと思います。あと当園に気をつけよう。そう、あのファミチキがうまいって話、ナナチキとかエルチキとかアゲドリもあるけど、やっぱ俺ファミチキなんですよね。結局ファミチキがねなんかね一番なんか癒される気がする。癒されるってなんだ。これマイティこれで解消します。 OK、 早めのアルトになっちゃったんですけど、まあマイティに対して勇気とかメイティスで余計なダメージもらうぐらいだったら先にアルト打っちゃうかなっていう。で後半ねアルト絶対使うかって言われるとちょっと怪しいんで、もうここで切っちゃいます。 OK、 でここ X から行ってもいいけど、いや B3 でいいか、 B3 でいいかな。 F3 リリアスだし相手変置きなさそうだし、マイティ切ったんで、うん、B3 にしますわ。で、これ2ターンスキル切っちゃいます。OK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 。いい感じですね。今ね、あの、勇気とか打ってもよかったんだけど、次キャラ依存なんで、ライラから打ちます。で、トーヤ持ってたらトーヤ出せそうな雰囲気もするんだよな。あー、持ってると。いやー、トーヤ打たれたくないからさ、まあ、来ないかなーとか思ってたんだけど、ちゃんと引いてましたね。シャラ臭いですね。なんかいけ。一応、ダメージフィールドのサイクルは整ってるんだけど、まあ言うて痛いですね。とりあえずこれ殴る以外にやることないんで、殴っちゃいます。よいしょ。よいしょ。マルドゥーク。うん、マルドゥーク結構火力出るね。さすがにメルベ対面。ワンチャンに手飛ばし見れるか、メイティスからのメリッサ。まあここから S ゴマとか全然ありえるけどね。けど、オッケー、ここで S 出さないんだったら、なんかなさそうな雰囲気するな。ここは火力出して2手飛ばし狙いたい雰囲気はある。なんか引け。はい。イオフィか。火力が高いのはメイティスだよな。メイティス打っちゃおうかな。代償痛いけど。か、メリッサ。打ってっていう。まあでもメイティスにしよっかな。S ゴマ持ってないのが、なんか雰囲気マジで S ゴマ持ってなさそうなんで、ちょ、行っちゃいますわ、ここ。で、ダメフィで削るやん。よいしょ。よいしょ。で、次、メイティスコンボと、イオフィールで無理かな。あ、でも回復入るな。どうだろう。ちょっと怪しいな。ちょっと怪しいか。まあ、実際これ、守護者とか打たれたら、まだ飛ばなそうだしな。メリッサでもよかったかな。なんかでも、S ゴマ引いてないの分かってる上で、ちょっとこういう立ち回りもちょっとなんか、遅すぎな気もしたし、どうなんだろうね。で、はい、毒食らう。4% でしょ。9%。打てるな。イオフィの方が火力高いな。イオフィでいけねえかな、これ。一応これ打てるんだけど。勇気の方がコンボ、これダメージ強かったかな、どうだろう。これいけるかな、一応これで。あ、全然ダメ。あ、全然ダメじゃん。ごめん、全然ダメだった。あの、イオフィ、過大評価してた。あら。ということで、この試合はですね、お互いに S コマを1枚も出さない試合になってしまいました。シンプルに投影きつかったやつね。どうだろう、これメリッサから入って、F2 イリエリだったかな。なんか、思ったより全然火力伸びなかった。マルドゥークのダメフィ、ここまで1000とか結構削れてたし、いけるやろとか思ってたけど、全然無理だったわ。なんか、すごい、あれですね、調子こいた。メイティスじゃなくてメリッサ切ったら火ダメも抑えられて HP 大体9000弱残って、
F2 入り入り、ああそれだったな、マジで。うん、焦った、マジ。なんか普通にこれゲンじゃないとか思ってたけど全然無理だった。ちゃんとダメージ計算しましょう。今のは油断した、全然ダメだった。はい、出たわね、出たわね、つくよみ出たわね。さーてどうしましょう。さすがに初手倍数切るか。ライフバー残したいけど、ちょっと手駒事故りそうだよな。切りますわ。不本意だけどね、めちゃめちゃ不本意だけど。でちなみにつくよみ対面先行デラきついんだけど、個人的にいけんのこれ。個人的にデラきつい上に相手のエアレイがめっちゃついてるね。いけんのかな。はい、バイセね。まあ一回勇気出したいけど、これさ、あの俺の体感だけど成り打ちで飛ばしきれるイメージが湧かない。まるでさっきの見てると特にダメージフィールド全部特殊だったしな、ほとんどイメージが湧かないから、まあ一応風車打つけど、ちょっと頼むわ。なんかいろいろ事故としただ、マルドゥークのいいとこはね、つくよみと違ってオーダーシーとか考えなくていいとこなんだよね。まあつくよみもオーダーシー以外は考えなくていいから結局ね、使用感とか大きな違いはないんですけども。痛い、マジで痛い。ヨフィ、あーでかい。いやここでヨフィ引けるのは正直熱いですね。相手のメイティスに対して雷撃で火力出せるっていうのがね、メイティスじゃないわ、ヴィーナスだと。俺はどこをどう見てこいつをメイティスだと勘違いしたんだろうか。でも大人だけどね全然大人。さあビナ切った、金馬欲しすぎるんだけど。あー神ブラ X か、これ召喚は、うーん取ろうか。とにかくコンボから逃げたいところあるしな。オッケー、金馬引いたの熱いね。まあ倍石ってカード金馬かな。よいしょ、ほいほい。で、例によってマジでサイクルが整わない。本当にサイクルが整わん。おお、そっち来るか。さすがにカドキンマ行きたいな。引き見てから行きます。フェイルノート、まあ、でも金馬打ってからでいいかな。はい、レッツゴ金、よいしょ。でこうなると相手、右下 X に入れなくなって、どこ打つんだろう。 A3 から C1 ルートあるけど A2 で詰められるから相手目線きつい。これどこ打つんだろう、めっちゃきつそうだけどね。 B4 か、 B4 は A3 で抑えてもいいな。ダメージフィールドも整うし、ただ A2 で動線込まれるから、A5 フィールノートにしようかな。あでも A3 でバチコリ動線込まれるな、その場合。それバチコリすぎるな。なんでちょ、これ普通に A3 置いて A2 打たせますわ。よいしょ、とにかく相手の動線から逃げていこう。オーダーシーさえ発動しなければいけそうだし、金馬も発動してるし、何よりフェイルノート受けたんで火力はなんか足りそうな雰囲気してきた。バイセいい駒ですね。うん、これでも金馬で一回カッティングして、で D2 かな。はい、あると、パッと見 D2、 パッと見 D2、 ただボルヒするか。まあでも D2 かな。これでどっちかのコンボ残してバチコリ削ります。はいはい、うん強い、いいね。で11600、うんこれいけるね。飛ばせるもんなら飛ばしてみんしゃい状態ですねこれね。はい、やれるもんならやってみろ。まあ金馬とフェイル引いたんでね、さすがに負けられん。どうだこれ、逆転できなくないだよな。よし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 、まあ、いいウンディーネだな。でもこれでヒール入れながらシールド貼るのはね、最後まで諦めてない感じがするね。でここにヒ、はい、イリエリー、さすがにいける。ダメフィもあるんでこれイリエリーの上の効果で F3 いっちゃいます。はい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 、あまあ結局フェイル引いたらなんとかなる。結局ね、結局こいつで、あよしよしよし。いやでもダメフィもいい感じに途中から整ったし、フェイルとマルドゥーク相性いいですね。ただ、まあ、つくよ、あの相性がいいっていう意味だとつくよみはもっと相性がいけるね。オーダーシーまで簡単すぎるんで、まあ、ジキャラ召喚がねダメージフィールドと相性いいけど、結局ダメージフィールドってそのフィールドに置けないと意味ないし、フェイルノットって、
まあ、基本的に内周召喚するからさ、その出すタイミング的にね、外周にさ、キャラゴマじゃないコマって大体その置かれることってないんで、だから相性度数で言うと結局つくよみが高いんだよね。てか本当につくよみとフェルノートが一緒に使えたのがね、まあすごいなっていう感じはする。で、どうしましょう。とりあえずイオヒかまします。またつくよみ対面で先行引いちまった。いけっかこれ、これいけるかな。だいぶ心配。よいしょ、だいぶ心配です私。はい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 。イリエリ風車、イリエリシールドとか置いとく、一旦。たまにはたまに置いとく。で、ちょっとでもちょっとでも長い間殴り合う的な、サムシング的な、レッツゴートゥレッツゴートゥダメージフィールド全然全然日本語できてないけど、さあ髪ブラ OKOKOK。 スンディモって勇気あって、はい、ライラね。ウンディもまだかな。これちょっともう長期戦狙うわ。結局フェイルノート来なかったら大体殴り合えると思うんだよね、長期間。殴り合おうぞ俺と誰か。オッケーオッケーオッケー、これもシールドするやん。一応置いといてよかった、シールド。いらっしゃいませー。よし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 。ガッツポーズなんだよな、こいつ引いた瞬間に。で、ダメージフィールドの、ああ、いいとこ出たな、これ。これ次 D5 行こう。これ D5 行ってダメージフィールドバチコリ1000ダメ削ってって、こっからサイクル整えますわ。オッケー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 。これはね、いける。しかも、おお、入れりつえ。さすが僕とマッツー組んで考えたコマ急に制作者ん、あれだ、考案者マウント取っちゃうんですけど、さすが僕とマッツー組んで考えたコマですね急にマウント取るまあ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 、あまりにもちょっとシールドがいい感じに刺さってくれたからちょっと嬉しくなっちゃったわ。痛いよ、痛い、痛すげー。9368、オーダーシーまだ発動してないからまだ耐えれそうだな。ウンディーね、貼るか否か、貼ったら確実に耐えるけど、俺貼らなくても耐えれると見た。貼らなくてもこれ大丈夫です、この HP ならいけます、大丈夫です。オーダーシー発動しないんでね。でここはね、もうウンディーに貼るよりもう次で飛ばすぐらいの勢いでちょっと、あーでも待って、これさミスった、これ英語打って A にウンディーでもよかった説ある。ヒール入れて、あこの手駒だとワンチャン次飛ばせないな。大丈夫かな、え大丈夫かな、俺この手駒 D6 来たらワンチャン次飛ばせないわ。やばい、今気づいただよねー、やばいやばい、これガチでミスった。次飛ばせないわ、思ったより火力出ねえわ。頼む、バイスバイス、メティスこれ、うわ打てねえ、終わったメティス打てねえ、メティス打てねえ、ギリとギリ足りねえってなった場合、いやでもこれ罪だな、正直オーダーシー絶対発動するもんね。ありがとうございましたちょっと待って、マジでミスった。そうじゃん、これあれじゃん、次飛ばせないじゃん全然。俺もっと火力出ると思ってた。だあとなんかあれだな、これ感覚麻痺するわ。これ普通に英語打てばよかった。英語にメリッサかましてからエニウンディで耐えだったな。そしたら相手もオーダーシー発動しないし、やらかした。この試合勝ってるわ、絶対100勝ってる、この試合はね。普通に英語っていう発想忘れてたわ、忘れてた上になぜか2手飛ばし確実にできるって思ってた、バカだバカこぎました、失礼ぶっこぎました。これ絶対英語って分かってるよ、ボルヒー入れてエニウンディでオーダーシー発動しないから多分それでいけたな。やらかした、ガチでやらかした。多分いけてた。負ける可能性があるとしたら英語に対して A6 メイティス切られて、あメンティス切られたらワンチャン飛ばせるか、どうだろう。しゃしゃったーけど、まあこっから勝ちますよ。ということで、マニア対面ですね。んーディーネ、イリエリなんかマニア仕打ちしてきそうな雰囲気しない、これ。んーディーネ残そうか、よいしょ、うん、シンプルに行こう。
はい、ちょっとこれ水飲むわ。ああ感覚ずれるわ。なんかマルドゥークそんなにこいつ単体でやっぱそのなんか似て飛ばしとか見るときって相当さ相手の HP 削れてないとダメっていうか、ちゃんとそこも考えないといけない。完全にね頭から抜けてた、そういう考え方。ウンディーネとあると思ってる。これどうしようかな。目の前のトゥールラをウンディーネ防衛するのはありだな。まあありですね。はい、でここで成り打ちトゥールラっていうのは多分俺がマルドゥークだから成り打ちして、あのダメージフィールドのあれずらすっていうのが狙いとしてありそう。あーうん、ありそうだな。まあでも相手もマニア一旦遅れちゃったし、まあ一旦こうしますかね。うん、一旦ね。はい、あ神ブラいいんじゃない。ちょっとダメフィーずれてるけど行くしかね。召喚は、あーダメだ、そこは消されるわ。ダメだ、そこは消されるわ。あがんわ、あがん、その召喚はダメです。ちょっと今日の神ブラ下手くそかもしれん。初手打ってすぐ消されたこともさっきもあったからね、メルベ対面で。ちょっとまずいかもそれ。あラッキーラッキーラッキー、なんか知らんけどブランジェッタのコンボ発動するらしい。ラッキー、しかもダメージフィールドのサイクル整うらしい。ラッキー、あーラッキークッキー、ヤシロワキー、やるしかない。これもアンチヒール出すけど、ただね状況そんなに変わってないです。実はダメージフィールド整ったけど、この後内周ってなると一旦左下 X 打つことになるし、でそれこそ右上 X とか来たら内周置くの難しいし、 OK そっち来るんならまあ一旦左下 X 打つけど、この後このさトゥールラのコンボがちょっと強すぎるんだよね。あーこれ無理だ。ちょっと考えさせてください。これ D に打って、いや厳しいな。いやノートのコンボこれ許容するしかないか。 B1 きついよね多分これ。いやきついね、これ許容しますわ。ノートコンボ許容します。4500許容して、逆に次フェイルノートコンボで外周ダメージフィールドあるから、それでやり返すぐらいの勢いでいくわ。一応こっちバイセ引いてるし強気にいきます。はい強気にいきます。これマルゴマ、いやさす、いやこれ踏みだとして、この速で打つのはやばくない？踏みかなこれ。でもここまで来て俺踏みをさケアできるほど俺の心に余裕はない。ここまで来て踏みをケアできるほど俺に心余裕ないです。もう行きます。これ踏みだったら負けです。うん、踏みでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そこまで俺に心に余裕はねえよ。くっそいやでもな、いやでも数引いてたんか、全然余裕あったわ。いや待って、心に余裕ないって決めつけてたけど俺数引いてたわ。あれなんか自分で気づいてないかもしれない、打った駒俺数引いてるやん。ちょっと待って、これ集中できてない今日。ちょっと俺オッケーオッケーオッケー、ちょ次行きます。はい次行きます、次行きます。俺全く集中できてない。いやでも今のはね絶対疑うべきではある。あの速度で B4 罠はさすがに踏み疑った方がいい。さすがに踏み疑った方がいい。しかも俺のダメフィのさ、てか相手の打ち方的になんかマルドゥク対面意識した打ち方してるから、絶対そういうの考えた方がいいわ。今のは成り打ちトゥールラはあの速度で打つあたり確実にダメージフィールドずらしてくる目的なんで、それもそれをちゃんと頭に入れとけばよかったわ。あれ絶対踏みですね、あの感じ。こっちの動きをなんかメタってきてる感じ。あれ絶対フェイルのとこもに対して踏み打って、あこの人絶対ダメージヒールを狙ってくるから踏み罠打ったのみたいな、メタ思考絶対働けせられたんで、マジで。でも脳死してる、ちょっと待って俺今脳死してるわ。ちょっとこれダメだ、一回集中するわ。マジで脳死してた今のつなぐの。絶対踏み疑った方がいい。しかも相手がマニアだからなおのこと踏み疑った方がいいですね。マニアって踏み入りやすいんで、むしろ変音機入りづらいからね。マジでやらかした。でも逆に言えば今読めてたらワンチャンあったな。俺結構 HP あったしな。HP1 万ぐらいあって、それこそ A2 とか置いてたらめちゃめちゃ。待って成り打ちルッキーはまあこれ避けたら俺のペース。避けなかったらマジできつい。うん、避けられませんでした。もうダメだ、全然うまくいかん。全然うまくいかん。もうこれもう B3 行くとメルベコンボきつすぎるんで D6 行きます。
もうシンプルにダメージフィールドします。ただフェイルノート引いてるの熱いんでね。ノート引いてるのはマジで熱い。はい、リッチきますね。はいはいはい、これは B3 フェイルノート行こうかな。ダメージフィールドも強くなるし、相手のサイクル的にこの B3 のフェイルノートを取るっていう動きしづらいと思うんですよね。あー、でそこの召喚は弱いですね。もし A3 来るとコンボ組めない。うん、はい、あ、取ってくるとサスター強いな。いやこれボルトヒールかましにくいなーっていうか、かましづらこれ威力くるやんこれ。待って、今あれ俺全然集中してない。これよく見て、これだってこれ威力打たれるやつやん、これ威力打たれるやつやん、これ。これね、実はね、ここウンディネ打たないんですよね。多分威力くるんで、これ次 100% 威力くるんで、あのウンディネ打ちません。打ちません。どうせあのサスタのコンボ使ってこないんで、これ打ちません。うん、ですよね。でこれで、ここでウンディ使って、次スー打ってからの A4 で飛ばしたいんだけど、これでいいかな。それかワンチャンこいつ無視して C5 スーとか打つのももろそうだけど、ちょっと考え、お前のさコンボって何だ。あ、1000ダメか。いやこれ無視するのありじゃない。いやと思ったけど、そんなに軽く出ないのかな、これ実際わかんない。まあいいや、無視しよう。ちょっとこれ一回無視しよう。スーに怯えろ。はい、怯えろ、スーに怯えろ。うん、思ったより軽く出ないね。やっぱりこれダメだね。待って、あれやっぱこれダメかも。一応次ウンディあるけど、いやダメかな。これ相手がスー取ってくれたらいけるけど、でもこれでビビってくんねえかな。おお、コンボ封印はラッキーだな。オッケー、このコンボ封印クソラッキーです。なんでラッキーかっつうと、これ次ウンディ持ってるんですよね、自分。だから C1 耐えればいけるんですよ、これ。でしかもここのダメージシールドのこのサイクルね。はい、これでかいです。マジここのコンボ封印マジででかい。普通に火力出されてたらマジできつかったんだけど、でも相手もね、スーのコンボスキルに対してダメージを出すっていう行為をめちゃくちゃしづらいから、これはなんか知らんけど、めっちゃいい感じにぶん回ってる。いい感じにぶん回ってる。ただオーラ引かれてるのすげえ怖い。なんでそこでバーストバリア持ってんの。ちょーっと、なんでそこでバーストバリア持ってんの。めっちゃきついんだけど、待って、2000億バリアって何。待って、2000億バリアって何。ちょ、やばすぎない、ちょっと。あ、ちょ。3900の。ちょっと飛ばないやん。ちょっと飛ばないやん。うん、飛んでないね。けどこれでデバフ入るんで。え、待って、これ次も飛ばせないって話してる ?2400 バリア強すぎない。おーい、いい加減にしろ。もうやめてくれよ。何その火力、グロすぎー。ということで負けです。クソが下手くそすぎた。これ絶対いけた。まだこれ B3 フィールドノートダメだったかな。もしかして。ちょっとあれか、ダメージフィールドもう考えない。もうダメだ。俺ダメージフィールドのことでめっちゃ囚われてるわ。ダメだ。やめよ。もうダメヒに取られるのやめます。もうやめます、やめます。うん。オッケー、ちょ、これです。ここで勝ちます。うん、なんで先行やねん。どっちくしょー、先行しつら。まあいいわ。でもね、さっきのね、机読みの試合についてはマジで勝てたんだ。あれでエニメリスでいくのマジできつかった。あれマジでやらかしたわ。 D ログ全然見えてなかったし、今回勝つわ。今回フェルロといける。うん、フェルロといけたからいける。頼む。ちゃんとやれば勝てるはずなんだよな。マジで動きがね、鈍い。で、これライラ持ってるけど、どうしようかな。成り打ち行くか。成り行くか。うん。風車でもよかったけど、むずいとこだね。金魔門編成だから、ぶっちゃけ風車でもいいんですよね。全然風車でもいい。
うん、本当に風車でよかったかもしれない。やめてくれよ、やめてくれよ、その最強ゴマ。ああでもなんか数引いてくれたから、なんかモガが、あただね、相手のこれちょっと待って、めっちゃプラス思考していい、相手のフェイルノートさ、相手のフェイルノートに対してこのダメージフィールドクソ効くんだけど、やったね、これはねマジでプラス思考、もうクソほどプラス思考でいくわ、もうこうなったら、こうなったらクソプラス思考でやらせてもらうわ。なんでそこで金もあんねんおいふざけんな、金馬持ってんのかよ、 F4 いっとけ、なんで金馬あるんだよ、ふざけんなよ強すぎるやろ、待ってマジできついんだけど、え、そこで金馬持ってるってマジでいかれてない、めちゃくちゃきついんだけど、え、いかれてね、いかれてね、引きそれ、ちょっと待ってマジできついんだけどこのタイミングで金馬ある、マジ、はい、ちょ考えます、一回考えます、オーダー D のこと考えると、いやこれアンチヒールかましてからだな、多分これアンチヒールいきます、うん、で OK、 リバヒそっちか、いやでもこれ普通にイーサン打ってきそうだな、スー持っててアンチヒールもかませてるけど金馬がきつすぎるでお前もアンチヒール打つんかい、めっちゃきついわそれ、ふざけんな、強すぎ、無理マジで無理、うわーヘイルノート引くの遅え、いやマジできついなこれ、いやちょっと時間かけないと無理だな、これこっち行きます、でこれで召喚入れて、んで右上 X からの B4 を耐えるしかないですね、はい、相手の金馬の動線をこれで潰して、でかといってスー打ってからでも2手飛ばしできないから、これでボルトヒールの構えも整えて、こっからの2手飛ばし目指すしかないですね、うん、マジでこれしかない、神ブラー OK、 それ取れる、ワンチャンある、ワンチャンある、うん、 F2 スーで A2 でいけるワンチャン、うん、ワンチャンある、これワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンあるしかないよな、しかない、うん、これしかない、これしか、マジでこれしかない、マジでこれしか勝ち目ない、ボル引きます、オッケー、これやワンチある、ワンチある、もうこれアンチヒールはもうしゃあない、うん、俺もう動線組まないと無理で、これで B4 耐えればいける、頼む、いくら1800か、ワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、バイセ耐えたんじゃない、あいあい、なめてんじゃねえ、なめんじゃねえ、これしかねえんだ俺には、なめんじゃねえ、なめんな、危ねえ、勝てた勝てた、つく読み、高校のつく読み S4 に勝ちました、もうこれしかない、マジで本当にこれしかなかった、本当にこれしかなかった、うん、マジでこれしかなかった、いやこれ勝てたのはね、うん、素晴らしいよ、俺よく頑張った、よく頑張った、頑張った、ここまでの、ここまで俺がいろいろ事故ったのはさ、この一戦のためにって感じだったよね、この一戦のために存在してたんだ多分俺の今までの事故は、今までのプレイミスは俺はここで、ここで、はい、あれします、はい、よろしくお願いします、神浦いきます、召喚お願いします、うん、ここの召喚いいんじゃない、コンボつなげるよ、しかもこれで、これで、コンボ組んで、まあ、ちょっとダメージフィールドはねずれちゃうんですけど、これあれか、もうメイティス行ってアグロか、まあ、このデッキでアグロするのちょっとどうなんだろう、話ですけど、それ、はい、
で、これで、バイセイ行ってのって感じなんですけど、はい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 。これどうしようかな。よいしょ。おい。リエリか。これ、ダメージフィールドだけ考えたら、もう D5 行こうかなとか思ったけど、マイティ関係だよな、これな。そういうのがありえるか。いやー、考えにくいな。こっち行こう。はい。ああ、さやかか。じゃあいいや。じゃあ、ええわ。はい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 。で、リエリ持ってるんだけども。あ、そっち行くんだ。一応これダメージフィールドを E1 打てば整うけど、あ、ダメダメ、俺ダメージフィールドは忘れるって考えになったんだった。危な。俺ダメージフィールドを忘れるって考えなんだよ。なんだダメージフィールドって。でも本当にダメージフィールド打ちづらくなるな、右上ですから言ったら。あ、でもこれさ、消化のこと考えたら E3 でもいいな。相手 B4 とか打ちづらくない？あ、相手メルベか。じゃあこうしよう。これで、敵の、この、なんや、お前。アルカのコンボに対してカット効きつつ、アルカのコンボに対してカット効きつつ、相手召喚するには B4 行かないといけないから、その後俺、相手の動線って残らないんで、ほとんど。これ行っちゃおう。で、右 X 来るか、ワンチャン。ワンチャン右 X がある。ただ、アルカのコンボ自体がそんな強くないか。おっと。あー、なるほどね。ハデス行っちゃうのね。これ F3 行っちゃうかな。さやかのコンボそんな強くないし、受け入れるから。したら相手、骨が残んないし。スー！あ、もうこれスー行っちゃおうぜ。あ、これスー行っちゃおう。相手のキャラゴマが、ね、今4枚なんで。で、F3 打つ場合ってさ、スー先打ったわけですね。相手のキャラゴマめっちゃ取れちゃうから。よし。あ、いいね。で、これ次 C1 で終わりじゃない ?OK。これ取られて C1 で終わりじゃない？あ、もう見えちゃった。見えちゃった。ああ、でも、ああ、ちゃう、全然見えてない。ウンギのコンロボ死ぬの完全に見えてなかった。ちょっと待って、本当にやばいかも、今日。本当になんか盤面全然見えてない、今日。やばいかも。ちょっと今日やばい日かもしれん。まあ、一回これ金も打つやん。よいしょ。まあ、でも相手これ飛ばせないし、これでダメージフィールド入れるやん。はい。うん、もう大丈夫そうだね。ここまで来たら問題ないね。こっから返せる子もある。村正？いやでも、大丈夫。おーしよしよし。うん、よしよしよし。アジャス！なんとかなりました。はい。アジャス。オッケー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 。まあ、なんとかね。なんとか勝てましたよ。なんとか勝てましたよ。はい。オッケーです。いいんじゃない？いや、ちょっと使い方がやっと分かってきたかもしれない。ちょっと今日ポンコツの日かもしれないけど。今日ポンだけど、使い方はね、さっきの試合あたりからなんか、やっぱね、なんか別に、なんだっけ、マルドグに限った話じゃないけど、勝てる方法をちゃんと模索しよう。うん。で、どうしたら負けるか、どうやったら勝てるかをちゃんと模索しよう。相手はシアンか。ダメージフィールドいい感じに。あ、いけそうだね。これ高校だからね。ダメージフィールドゲーミングだけど、なんならフェルノと聞いてんだけど。あっちへフェルノとあんの。メリッセいっちゃおうかな。うん。フェルノと言ってあげて。で、どうしようかな。じゃあメリッサ浮かんのフェルノって言ってあげて。あー、シアンね。はいはいはい。展開していいよね、これ。いや、まだか。いや、まだか。これ相手対面シアンだからまだやめとこう。今、ここでフィールノと打つ場合って3手目 X 打つときに召喚が1体しか出ないんですよ。なんで、俺次絶対3手目 X 打とうと思ってるんだけど、それに対して、X 打つってなると召喚の出が悪くなっちゃうから、もうちょっと待ちます。ここのフェイルノート、もうちょっと待ちます。で、ここフェイルノートでもいい。ここフェイルだっていい。ここフェイル打ったっていい。
でこれで2体召喚入れるんですよ。したら相手が D5 に打ってきた場合でも次の2体召喚が無駄にならないんですね。でここのフェンロート取る場合はシンプルに俺のペースに持っていける。取ってくるんじゃないかな。取ってこないと。バトバリア？あー、魔竜デッキなんだこれ。引き見てから考えます。よいしょ。金馬はあっち、金馬引くのはあっち。で右下 X 打った場合グノーの可能性が本来ならあるんだけど、フェイルノード持ってるので大丈夫です。フェイルノードでこれ矢筒召喚できてるから、まあおおむね問題ないだろうということでこっち行きます。こっからの次金馬も行きたいですね。はい、うん、これ打ってからの次金馬も行きたい。はい、グノー来るけど、あーラッキーすぎない？よーし、全部避けちゃった。はい、あじゃっす。でこれでよいしょ、よし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 、で雷撃入れて、あーいい感じですね。であとはもうアルトとか打ってフルフリアメタってバイセで持っていきたいって感じかな。フルフリアこの人が持ってる場合は入れてないわけがないので、で相手こんな風に使ったでしょ。よし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 、この今打ってきた罠まあまあ目の上のタンコブだし外周なんでこれ打ちます。よし、さあどうだ。金馬あるとこれ突破できる？うん、イグナス来る。金馬もプラスあると俺突破されたらさすがに分からんで、いや無理でしょ、絶対無理。名鉄引いた。B4、めっちゃ B4 打ちたいけど、帰ってくるダメージどれぐらいなんだろうか。右上X でもいいな。まあ、帰ってくるダメージそんな高くないし、うん、でヒールできないんでまあ大丈夫だ。これでダメージヒール削って、うん大丈夫やね。次バイセで終わらせよう。よいしょ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 。待ってこれ飛んでたんじゃない、もしかして200。ああ、ああ、ワンちゃん飛んでたかも。ワンちゃん飛んでたかも。まあいいや。OK。うん。バコか。え、危な。え、待って。そんなに出るの？ちょっと待って。え、これ、負けじゃね？これ負けじゃね？待って、これ負けじゃね？召喚取れなくねこれ。ちょっと待って。おい、最悪なんだけど。うわ、これ E2に召喚されてたら取って勝ってた。え、てか、俺普通に今の飛んでるって全然気づかなかった。あ、バカだ。くそ。今の飛んでたんかよ。計算ミスった。あ、マイバット。いや、これ勝てたわ。普通に。B4 打てば勝ってた。多分飛んでたと思う。あれ、2200でしょ。3枚返しの、ってことは110ぐらいはプラスされそうだし。多分いけたんじゃないかな。くそ。やっちゃった。いやこれってことで今回使ったけど、いやいけたな今の試合な。うん、ダメだわ。さすがにフェイルノートも引いて金マモンも引いて負けてるのは多分そういうことですね。普通に俺が下手すぎた。しかも相手のグノーめっちゃ事故ったのに負けたんだけど、やらかした。なんか思ったよりあれだな。え、HP1 万ぐらいやって金もあるから大丈夫やろとか思ったんだけど、あのメイティス悪手だったな。もうちょい待ってよかったかな。うん、これはね、最後の試合はマジで俺が下手だったわ。ちょっともうちょっとね、つくよみに対して、あ、つくよみじゃないわ、丸づくに対しての慣れが必要ですね。でも思ったのは、つくよみって強かったんだなって。だって今の試合、もしつくよみだったらオーダー D 入るから全然耐えれたってことでしょ。って考えたら、えぐいな。なんで、よかったらね、ちょっとね、つくよみ難しいんですけど、でもかといって丸づくにはやっぱりフェルノート入れられてって感じで。実際パワーはあると思ったんで、自分が結構ねミスって負けたとこあるけど、だいぶねおもろい日記なんで、よかったら使ってみてください。つくみね、ダメだ、フェルノートと使えない。よっしゃ。
マルドック使いましょう。ということでよろしくお願いします。まあ普通にあとはディトリヒリーダーの転結とかでもフェルノート使えるので、別にフェルノートは知らないんで。でまたね、なんかノート抜きの机読みの構成とかちょっと面白いのを浮かんだら動画出したいと思うので、全然ねこのゲームまだまだ面白いんでよろしくお願いします。今後も楽しんでいきましょう。じゃあお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。